こんにちは川田です大倉誠のアメリカ株式40年投資大倉さん今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますで、えー、こうします私は消しましたはいこれですねはいどうぞ、はい はい、えー、っと今回は第95回目ということで、えー、っと2024年5月の定点観測を始めたいと思います。で、まあテーマはまあ4月は健全な調整で、ここからはレンジ相場かということでええー、お話ししたいと思います。それで、はいえー、はい、大倉です。今日もよろしくお願いします。で、えっとお尻はご自身の判断でお願いします。 でまあ、定点観測の項目ということで、まあ、いつも通りですけども、多少順番が前後しますで、えー、金融政策、バリエーション、収益動向、テクニカル、センチメント、アノマリーということで見ていきたいと思います。でまず金融政策のほうですけれども、まあ、市場の予想は、えー、とこちらのグラフのようになっていて、まあ、利下げ開始は9月から、年内の利下げ回数は2回ということで。 まあ、概ね金融当局者の予想に沿った形というふうになっています。まあ、出てくる、えー、インフレ指標とか雇用統計とかで,です、ね、ちょっとが、えー、触れたりするところはありますけれども、うん、足元の状況は、まあ、こんな感じですよね、でまあ、実際、まあ、利下げを、まあ、経済全体を見た場合、利下げを急ぐ必要はない状況で、フェドの政策変更はデータ次第であるということは、もうこれは変わらずということですね。 でまあ、マーケットは、まあ、そうは言ってもインフレ指標、関連指標にかなり神経質になっているわけですけども、まあ、過度な、えー、利下げ期待の後退は、まあ、ポジティブじゃないかというふうに考えています。えー、今まではその先行きの折、ねえー、り込み方がかなり下だったのがあの、出てくる数字によってどんどん上がっているんですけども、まあ、私は、まあ、その方があがいいと思うんですよね。あとは ある程度、そういうものを織り込んでしまえば、えー、さらにインフレが加速しない限りは、えー、見通しは下がってくるわけなので、なるほど事前に下がっていると、今度は、えー、逆が出ると上に上がっちゃうっていうことなので、まあ、ポジティブサプライズが出やすいっていうことですかね、えー、そうですね、直近で一番、な、え、ん、ー、でしょうねあの、そういう意味での逆方向を織り込んでたのは。 えっと、年1回ぐらいまでの利下げって。うん それから比べると、また下に、えー、と降りてきてるわけですけれども、えーまあまあ、足元はまあまあ妥当な感じなんじゃないかなというふうに思っています。まあ、それを受けて、まあ金えー、長期金利もです、ねえー、こういうふうに上がったり下がったりという部分はあるんですけれども、まあ、いわゆるファイアー・フォー・ロンがこれが十分にお織り込まれていれば、長期金利の急騰もないということで上が、上がりすぎるとこういうふうに下がるというふうな形でわれわれは認識できるわけですよね。下ががりすぎるるるとと今度上がるっていうふうふになると えー、株式の運用では結構、心理的にはきつい話になってくるので、まああのえー、足元は私は割との金利が上が,上がりすぎないっていう意味において、えーまああのー、コンフォータブルに考えてはいますで、逆にインフレ鎮静化が明確になれば、まあ、今回なんかもそうですけども、そっと下がってくるとで、下がってくると株価は上がるというような、うんうん、こういう形であの考えていればいいんじゃないかなというふうに思います。 でまあ、その金利と,その、えーとまあ、関係のあるこのバリエーションということですけども、まあ、SP500 の予想 PR は足元で20倍を超えていて、まあ、20.6倍、また、あ、見るものによって変わると思いますけども、えーまあ、やっぱりその割安ではないんですよね、どこからどこが割高で、どこからどこが割安かっていうのは。 まあ解釈の仕方いろいろとあると思うんですけども、例えば過去、1990年以降の平均値を16.5とするんであれば、足元は一標準偏差を上回っているので、割高感もあるんじゃないかなと、バカみたいにあの割高ではないかもしれない、このバブル期、ドットコムバブルのところのような。 割高ではないしで、えー、そうですね、コロナの後のこういう23倍とか、そういうのと比べると高くはないけど、まあ、過去のレンジから言うと、やっぱり十分高いところじゃないかなというふうに思っています。で、えーまあ、収益動向ですね、これはボトムアップで見た場合、まあえー、SP、ナスダックとも予想 EPS の見通しは改善中と、まあ、こちらのグラフの通りですね、ナスダックの勢いの方が強いと。 SP500 も、これは、ね、ほとんどフラット見えますけど、やっぱりあのよ少しずつ改善してきてるんですね。で、うん、モメンタムっていうか、前年同月比で見ると、えー、緩やかに上がっているのが SP で、鋭角的に上がっているのは NASDAQ、まあ、つまり、大型のグロース株が SP500 の EPS の成長を下支えするという構図、これは、えー、続いているというふうに考えればいいと思います。 実際、ビッグテック関連産業種の、えー、利益成長が突出した状況は、えー、変わっていないということで、まあ、こちらの、えー、グラフにあるように、一般消費財、えー、情報技術、通信、これ、まあ、い,いわゆる GAFAM なんかが入っているその3セクターですけども、EPS の変化率がやっぱり非常に大きいということがよくわかると思います。うん でえーまあ、これを見てですねただ、えー、先ほどのは前年同月比つまり12ヶ月の変化率なわけですけども、えー、もう少し動態的に見るんであれば、えーまあ、その全体像はあんまり変わらないわけですけれども SP500 との相対値を見た場合っていうのは まあ、金融とかエネルギーが少しずつ改善の兆し、まあ、アウトパフォームするような兆しが、えー、見えてきていると、でその通信、えー、情報技術、一般消費財、これは、まあ、引き続き好調であるのはそうなんですけれども、少しあの他のセクターでも改善の兆しも見えてきているというところには、えー、注意しておいてもいいかもしれない。逆に言うと、そういうふうになったほうが、えー、健全といえば健全なのかなというふうに思います。 でえー、今度、収益動向をこのまトップダウンで見た場合ですね、で何回か前からこれをお示ししているわけですけれども、ISM 製造業の新規受注指数、まあ、これはです、ね、4月は残念ながら49.1に低下しているわけですね、まあ、ただ、その数字の12か月移動平均は引き続き、えー、上昇基調にあるということです、ね、このオレンジの線ですけれども、これは緩やかに上がってきている、うん、その傾向は変わらないんですけれども。 えー、やははりその勢いには欠けるわけです、ね、ここでこの実際の線をくこの青の線ですけどもあの上がったり下がったりというふうになるとこの勢いはついてこないんで、まあ、実際この予想あの実績の EPS の、えー、前年同月比を見るとこういうふうなあこの青の線で動いてるわけですけどもこれがなかなか上がってこないっていうのはやっぱりあのこの新規受注のがあのスルスルっと上がっていかないっていうのと、まあ、結構連動性があるというかですね整合 的な形で動いていてううす,すので、悪くはないんだけど、それほど勢いがないっていう、もう少し私は改善してくれるんじゃないかなと思ってたんですけども、ちょっとそうは問屋が下ろしてくれない状況ですね。で、次のポイント、テクニカル、っていうか別にテクニカル分析というわけではないんですけども、まあ、長期的にはです、ね、これを、まあ、皆さん、まあ、私がお話しするまででもないですけども、えー、長期的には上昇トレンドは継続中。これは SP500 ですね。 はい、で、4月は、まあ、こういうふうな、一旦コレクションしたわけですね、それでまた50日移動平均終わった後まだまだそれを上回ってきてるわけですけれども、まあ、ただ、この調整というのは、今年初めて運用される方はびっくりしたかもしれませんけれども、これ普通に起こる調整なので、別になんかあの大慌てするような話でもなんでもなくて、うんあの、逆に言うと、なんかえらい中途半端なところで終わってるなという感じは、私なんかはするんですね。 で、五点五点数パーセントしか下がらなかったですよね。そうですね、六パーセントまで下がってないはずです、ねえーえー。そうなんです。はい。はい、ですからそんなので慌ててたらどうしようもないという話なんですけども、はい、えっとただ足元ではまだもどまた戻ってきてるとでまあ本当だったら値幅かひだひがでもう少し調整が続くんじゃないかなって思うんですよね。はい、でまあこれ新値を このあとす,すると取ってくるのか、ただちょっとそれは楽観的かなというふうには思います。まあ、ただ、4月の調整自体はまあいわゆるヘルシーなあのコレクション、うん、健全な調整だというふうには認識していて、でまあ万が一、これがもう一回何らかの形で落ちてくるとすると、次、想定しておくべき水準は、川田さん、境なんかでもよくお話しされてますけど、もまああのバロンズの方なんかでもよく取り上げられる200日同平均を。<laughs> <を S 2> <laughs> 目指すすんんだと思うんですよね、まあ、それにしても、このグラフを見ると、えらい下の方にありますけども、それにしても4700、おそらくこの、ま、垂直には落ちないので、時間がかかるとすると、4800とか、それを上回る水準になるので、高値から10%程度がいいとこかなというふうには思います。 でこのセンチメントですね、個人と、えーほまあ、あのファンドマネージャーというか、機関投資家の、えー、つ強気、弱気度合いをこう,、まあ、こういうふうにグラフで見ると、あの本当、あの前回見たときはかなり両方とも高いところにあったわけですけども、足元はこの AII 個人、この NAAIM、これはアクティブマネージャーということなんですけども、 あのかなり、えー、強気の度合いが後退してきていると、まあ、いわゆる加熱感が、えー、後退しているというふうに考えればいいと思うんですけれども、そういう意味においては、やっぱり、あのー、4月の調整というのは、えー、そういう加熱感を冷やすという意味で、良、まあ、かったんじゃないのかなと思うんですよね。はい、で、ビ i クスなんかも、ですねこの3月、4月の中盤ですね、この21グラムでびゅっと上がってますけども。 あのこのグラフだけ見るとえらい上がっているような気がするかもしれないですけど長い期間で取ると21とか別にそんなむちゃくちゃ上がってるわけではないんですよね1 2 3から上がってるので結構上がったような気はしますけどもそれほどあんまり大したことはないのかなというふうには思いますで実際ですね本当にこのシステマティック戦略あ、まあ、ヘッジファンドなんかの,ヘあのシステマティック戦略からの大きな売りが誘発されるにはやっぱり信用収縮につながるようないわゆるブラックスワンの開いっていうのが必要なんじゃないかと思うんですけどもおそらくそれは今ではない ないと思うんですよねそういう要素はあまりないんじゃないかなというふうに思いますで、あとは季節性アノマリーですねで、例によってこと、えー、今月が5月ということでセルインメイ続くのがアンドゴーアウェイアンドドンカンバックンテいうセンレジャーデイということで9月の頭の方にあるダビーの,、えー、あの日,日なんですけども えーまあ、とりあえずは、まあの、過去のデータを見ても、ですね5月の平均リターンは例年、まあ、こ,れを見ここですね、例年0.7に対して0.6なので、えー、平均リターンよりも低い、えーまあ、ただ、今年の場合は4月にすでに下がっているので、アノマリーが機能するのかどうなのか、まあ、何とも言えない部分はあるのかなというふうには思います。 ただ、一応、セルイン名ということがあるように、一応、気をつけたほうがいいでしょうということ、でさらに今年は大統領選挙年ということで、この大統領選挙年だけ取り出した月別の平均リターンを取り出すと、こんな感じですね、やはり5月はやっぱりさえない、で4月はい,よかっいいはずなんですけど、今年は4月はあんまりよくないということなので、これ、どう考えるのかなというのはありますが。 えーまあ、今年はっていうか、大統領選挙年っていうのは、えー、5月でもたついても、その後サマーラリーが期待できる部分はあるんじゃないかと思うんです、ただ、そのサマーラリーを期待すべくここで買うというよりは、えー、その後の厳しいのはやっぱり大統領選挙の前の秋口ですかね、うんえー、このあたりの調整に備えておいたほうがいいのかなと。 ですのでもうこの辺りから買い上がるというよりは、まあ、あのどちらかというと買い,買い場探し、まあ、あの秋口に向けての買い場を探る方が、えー、無難かなという感じがします。 ということで、ま,あ、まとめるとです、ね、金融政策は利上げは終了するも、利下げは急がずということで、まあ、そんなにポジティブでもない、ネガティブでもないんじゃないかなというふうには思っています。うんうん、でバリエーションは引き続き割高圏にあるので、積極的に買いは買いづらいということで、ね、まあ、買い上がるのはちょっとどうかなというで、企業収益は見通しは改善傾向にあるけれども、やっぱり勢いに欠けるということですよね。 で、えーテ、テクニカルでは、まあ、上昇トレンドの中での調整局面にあると、信、ま、念、あ、を取ってこない限りはまだ調整局面は抜けきれないということなんだと思います。 でセンチメント、を中立権に交代だけれども、まあ、逆売り的には、まあ、悪くはないシグナルだというふうに考えています。で、あのマリーセルインメイには一応注意を払いましょうということですね。で、えーま、まとめのまとめになりますが、4月の調整はやっぱり健全なものであって、まあ、でここから先っていうのは秋口にかけて、まあ、高値でのレンジ相場がいいところかなというふうに思います。で、厳しいて調整があるとすると、それは秋口の大統領選挙前ということで、えーえー、心の準備を をしたいといいととうことで、えー、ございます以上ですなんかあんまり大ごとは起きないと思っていいということですかね、なんかこの、うーんまあ、金利が下がる、なんか景気が悪くなれば、金利が下がってくれるだろうっていう、なんかこのバッファーがあるとなると。 それなりに安心、まあそ、大統領選挙、でも大統領選挙は何が起こっても、結局あれ、9月に下がって、その後ラリーしてまますもんね今までは大概そうですよね、実際、バイデンさんが続投するのか、トランプさんが返り咲くのかっていうのはあると思うんですけども、まあ、なかなかむ難しいですよね、トランプさんになったら、あの利下げをまた FRB に。 あ接続するような形になって、えー、そうなると今度、インフレがちょっとあの加速するリスクも出てくるし、でまあ、長期金利は下がるかもしれないですけども、でまあ、上がるかもしれないけど、今度、為替があの今度、えー、ので、えーえー、そのあたりのおおに対する不透明感がやっぱり秋口には高まるんじゃないかなと思うんですけどねはい分かりました、大倉さん、今日もどうもありがとうございます。 はい、どうもありがとうございます。失礼します。はい、失礼します。はい